すまない。大丈夫か？本当にすまなかった。少し考え事をしていたせいか、お前の気配に気づけなかった。ハンナ、先ほどの件だが、私の行いは気に障っただろうか？言い訳がましいと思うだろうが、私はお前の安全を最重視している。お前に何かあったらと思うと、冷静な対応ができなくなるのだ。そうか。いや、私の方こそ本当にすまなかった。いつも通り。私は私だ。なぜそこでわざわざホブルディの名を出す？これはホブルディの、いや、鏡に映った私なのか？ああ、お前に指摘されるまで全く気づかなかった。よりによってホブルディ。まあ、ウィルよりはマシと言えるか。いや、そういう問題ではない。知らぬ間にこの体で動いていたが、原因に心当たりがないわけではない。状況を考えれば、やはりあの人形が怪しく思える。お前があの人形を気に入っているのはよくわかっているのだが、さすがにタイミングが良すぎる。何か関連があると考えるのが自然だ。だがハンナ、お前はあの人形が気に入っているのだろう？人形はお前には害を与えないようだ。ならば手放すまでしなくても。それはそうだが、それでも私は、お前が無事ならそれでいい。本当にいいのか？人形を手放してしまっても。すまない、ハンナ。こればかりは変えられそうもない。お前より優先すべきものはない。私もお前が何より大切なのだ。私はただお前が
ハンナ、よかった。まだここにいたのだな。お前に話があるのだ。すぐに済むことなのだが。いや、気にするな。お前の部屋に行く必要はない。私は廊下で構わない。お前が嫌でなければだが。つまり今朝のことだ。私は人形の件でお前を傷つけた。そうだとしてもお前を悲しませたことに変わりはない。意図したことではないとはいえ、みんなでお前の意見を非難する形になった。周りに誰も味方がいないように感じれば、よりどころを失うような錯覚を持つだろうに、私は完全な味方であれなかった。だがやはりお前を危険にさらすことだけはできなかったのだ。あの人形が安全な代物だと判明するまでは手放しに賛同することはできなかった。このように理屈を並べても言い訳がましく響くだけか。すまない。いや、ありがとう、ハンナ。お前の希望はできる限り尊重したい。お前が求めるのであれば叶えてやりたい。お前の存在が私を救ってくれたように、私もお前の助けとなりたいのだ。いや、あ、ハンナ、そのもう一つ話が。我ながら把握しがたいものなのだが、これは私自身の希望でもあり、あの人形の代わりにはなれないまでも、せめてお前に安らぎようと思うのだ。今のは、その、深い意味はない。よく眠れるまじないだと聞いたからな。人形を抱いて眠れなくなった分、せめてそのまじないが聞けばいい。効果があるかどうかは不明だが、何もしないよりはいいかと思うのだ。引き止めてすまなかった。おやすみ、ハンナ。